刺さない。あっち。出てきたよ。どうすんのさ、これ。ティッシュだね。もったいないよ。まあ、大丈夫ですよ。そんなギュッてやってなかったんだけどな。そのぐらいは。びっくりした。うん。はい。じゃあ、はい。まず、これ？はい。じゃあまず、ドライブギア。これ、ドライブギア。これ、裏表あんの？それ何をはめようとしてるのかな？ MR3。はい、ないです。ないように。はい。そして、MS01、はい、プラベアリング。これ、プラベアリングなので、あの、フルベアリングセットのベアリングに置き換えます。これ？はい。で、大きい方。大きい方。はい、このサイズと同じ、うん、見えるかな、このサイズと同じ大きい方、大きい方、はい、はめんのやりたい、うん、いい、1個待って、あ、ちょっと待って、そらビデオにさ映るとこでやってよ、私ここら辺でやって、映るように、あるんだ、裏表はないよ、ないって、ギュッ、はい、オッケー、ベアリングリキッドって言って、ベアリング専用のオイル、これ強硝のやつで、もう何年前に買ったかな、なんか汚い、髪が、あ、髪は汚いで、これを本当一滴どこに入れる、ベアリングのこの内周と外周の ここら辺に一滴刺しておくと、うん、嘘だろっていうぐらい回り方が変わる、へー、じゃあ次、これこれでしょ、はい、いや、ちょっと待とうか、それ塗るの、塗っちゃってから組み立てると、そうなっていちいち持つでしょ、そうやって、うん、そしたらなくなっていくんだよ、あ、そう、じゃあ後でにするか、そうやってね、うん、ここだよ、だ先にちょっとごめん、この台座を用意しようか、ここやってないよ、まだ、もう後での方がいいのか、そうだね、まあじゃあ はめるだけはめちゃおうか、うん、はめるだけたい、こう、ここでやって、ビデオにする、ん、うん、お、いいね、上手、もう一個、お、いいね、上手、うん、はい、ちょっとまだ今この段階ではグリースは塗らないです。取れてる、うん。まだ触るからね。はい。はい、じゃあ次、G の4。この辺かな、これ？これちょっと開けてもらっていい？はい。じゃじゃん。裏だった。はい、まあ、説明書のこの絵と照らし合わせてでもいいんですけど、一回ちゃんと確認してもらいたいのは、こういうタグみたいなのがランナーについてて、ここに G って書いてあります。なので G の4番のパーツ。で、そうすると1番、2番、3番、4番って必ずこういう風に書いてあるんだよね。見た目ほとんど一緒なんだけど、左右で全然別なパーツがあったりとかするので、まあ、基本的にはこの説明書の G の4なら G の4で、ランナーの、記号と番号を確認してから切り取っていただくのがいいです。はい、でここでニッパーなんだけど、このニッパーの使い方、この普通のニッパーって平らになる面と溝になる面と裏表があります。この平らになってる裏面をパーツにピタッと密着させて平行にしてからパチンと切る、はい、やってみてください、わかりました、そうだね、サラはこれ得意だよね、上手、じゃあちょっと見本見せる、じゃあソラにしてもらう、ソラ上手だよ、ちょ待ってビデオに映るとこれやって、映ってるかな、もうちょっと前かな、いいよ、映ってんのかな、やりづらいねおー、いいね、もう一個切って、おそらくパパといろいろ練習したもんね、そうだね、ちゃんと覚えてる、おー、上手で、ありがとう、素晴らしい、で、ここにゲートって言って、うん、
あのランナーから切り離した時に残るところがあるんだよね、うんうん、でこれ、まあ、今空上手に切ったからそんなにボコはないけど、あんまり残るようだったらあのニッパーで二度切りしてください。こんなレベルで十分。これ見えるかな、映るかな、ピントは合ってるけど光っちゃうからね。そうだね、はい、じゃあ G の4にこれを組み込んでいく。で説明書と向きをきちんと合わせてベアリング、はい、ここにベアリングのサイズが書いてあるね。1150、1150っていうのはこのサイズ。あ、さっきのこれ。そうだね。うん、はい、ちょっと待って、これはこれでしょ、これはどうです、うん、これかな。でこのね説明書、これポイントね。説明書のこういうパーツって実寸大で書いてある、うん、だから分かんなくなったら照らし合わせて大きさが一緒だったら OK です。あと、うん、ネジなんかは特に注意し、長さを注意してほしい。分かんなかったら例えばこういうのね、この上にネジを乗っけて長さがぴったりだったらそれを使えばいいです。はい、はい、じゃあベアリング1個、こう、そうだね、なんだっけ、ベアリングオイル外周と内周の真ん中に一滴だけちょんと、いいよ、それをちょんとくっつければいい。はい、十分です。いいです、それで、うん、入れすぎると抵抗になるので一滴あれば十分です。これはこうで、まずあの差し込んじゃう部品に関してはグリス塗ってあげないといけないね。これだ、うん、これセラグリスで合ってるの。この色はセラミックグリスで、この絵の時はこれマリックグリス。ちゃんと見てる、はい、すいません。塗れば塗るほどいいっていうわけじゃなくて、うん、あの全体的に薄く広くの伸ばさってれば大丈夫、こんな感じで一回つけてあげるね、うん、でそしたらもう少しこれでチュッチュッて伸ばして、うん、そんなにモリモリじゃなくていいです。あの薄く伸びて全体的にくっついてれば、こんな感じでつけてあげて、はい、じゃあパーツを、これかな、 H の1って書いてあるそれ、うん、H の1って書いてある、はい、じゃあ切って、あ、はい、そう、このゲートって真四角じゃないんだよね。あの平べったいきしめんみたいな形をしているので、薄い方をパチッと切ってあげるといいです、うん、NR1、はい、1150のベアリング、これ、難しい、これ、うん、こういうやつ、これもパパ、はい、何、これもう一個やるときは止めてみてもいい、いいよ。じゃあ空、今度これだわ、 MR3、これ、あ、850メートルってこれじゃないの、え、小さい方、これ、うん、え、じゃあさっきのこれも、そうだね、同じやつだよ、うん、もうそこも、この MR03 っていうパーツはこっちのフルベアセットを買った人は小さい方のベアリングに置き換えてください。で、MS1、これに関してはこのプラベアとこれを差し替える。うーん、よかったね、今気がついたから、ね、ごめん、はい、はい、じゃあ見させて、はい、ではこれ、はい、これもここのやつも、これってこれを貫通させて止めるんだと思うよ。あ、これで、うん、うん、どうやる、これはこうでしょ、うん、で、これはグリス今つけたから、だからこうで、で、これパーツに、あ、パーツにくぼみがあるので差し込んでちょっと回していくとポンってはまるタイミングがある、うん、右手に持ってるパーツの方を少しくるくるって、これを押さえながらやってやんないと、ちょっとハサミ買ってもらえない、空がおっとっと食べる、うん、あ、入りました、うん、そうだね、遅いからおっと、はい、なんか斜めだけど、
この先の方に、うん、ベアリングを。あ、間違えてるよ、私向き。後ろ前につけてるじゃん。向き反対、うん、反対だった。斜めになる。そりゃ斜めだよ、なんか変だと思う。説明書をよく、うん、で、小さい方の、小さいの入れるの。だから、全部最後まで刺しちゃうから、ダメなの。あれ、小さいベアリングもう一個どこやったの？いっちゃった。はまったかな？はまりません。え？そういう時はね。いいよいいよ。あとあとクリクリ。ねえ、これギアになるんで、ギア。本当だ。どれ、ちょっとカメラに見せて。ちょっとこれはめてみる。ホットットギア。いや。うん。ちょっとギア入ってるよ。できました。よかったよかった。おっとっとギアのおかげ。おっとっとギア入った。あ、でもさ、すいません、できますよ、ちょっと。今これ。なんで私がこのある程度組んでからグリスを塗れって言ったかっていうと、こうグリスがついてる状態でくっつけるの大変でしょ。手も汚れるし、汚れた手でこれを触るとこっち側もベタベタになるので。ある程度組んでこうやって回るようになってから、うん、そこにちょっとずつグリスを乗っけていった方が楽なんですよ。あ、ね、そうだね、確かに。そうなので、おっとっとギア。ほんまや。おっとっとっとギア。おっとっとっとってなっちゃった。ぴったり。ウニ同士でギア。ぴったりだね。ウニギア。ウニギア。ありがとう。チャンネル登録、高評価、お願いします。